あ、すみません。はい、お願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日何ですか？今日はあんまり聞いてないでしたっけ？なんかこの全員譲り合いの忖度し合いを答えないっていうなんか CM を撮るっていう。そうです。でも NHK さんって CM っていう枠はないですよね。なんかね、お知らせみたいな、おお、あ、テレビの向こう側の世界だ。ここが私のスタジオです。いやいやいや、太郎さん。三回目だから。そうか。もうあのおなじみのだいぶホームよ。そうなんですね。私初めて来た。ゴジテレのスタジオとは全然違いますね。そうだね。おお。ゴジテレが清潔感ないとは言わないけど清潔感、ね。白がベースだから。そうですね。あのカメラも。機材が違いますね。そうそうそう、基本的にカメラマンいなくて、無人カメラマンでやってらっしゃるんですよね。そうなんですか。でね、なんで俺が説明してたの片足 NHK 突っ込んでるもう NHK 関係者誰もいないんで。何が始まる。あ、どうっす。あ、いえいえいえ。何様、どうぞ。お、いいじゃん。え、本当ですか。中で、あ、すごい、今映ってる。こういうことか。ちょっと一回やってみてよ。こんばんは。浜中アイストゥデイです。え、こんな感じ？選挙のトリビア。撮ってますね。なんか僕がそう要望してるかのような。これまさか僕だけカットとかないですよ。これ違うなって言って中テレ。選挙のトリビア。すごい。ここに向かって言ったらいいじゃん。選挙のトリビアとか、いや、やばいやつじゃないですか。いや、本当に苦情きますよ。終わりましたね。終わりましたね。お疲れ様でした。いろいろやっていただいて。いやこういうコラボもあるんだなっていうのを改めて分かりましたね。そうですね。放送の中、番組の中だけじゃなくて、いろいろなね、皆さんへのお知らせとか、お伝えしたいこともね、一緒にお伝えできたらいいですね。そうですね。その4人でこうそれぞれコメントを取ったじゃないですか。なんで私だけ外なのかなって素朴な疑問がこの雄大な福島のこの皆さんに声が届いたんじゃないですか。そうですね、やまびこになってましたからね。響いてましたね。選挙行こう、選挙行こう、選挙行こうみたいなトラウマになってるんですね。いやでも本当にもう選挙に行くっていうメッセージでコラボして伝えられればいいですよね。そうですね。ぜひ普段お互いの、ね、放送局しかご覧になってないという方もこの機会に、ね、選挙のトリビアということでいろんな豆知識出てきますので、またご覧いただいて選挙に行っていただけたらいいなと思いますね。ありがとうございました。ありがとうございました。